はい、おもちゃんです。ニーアリンカーネーションイベントが来ましたね。もうトピックを紹介させてねってママが言ってる。今回はどんな交換所のアイテムラインナップあるのか見ていきたいと思います。クエスト周回もね、どんな感じの難易度かちゃちゃっと見れたらいい感じかも。ってことでいくよ。はい、記憶凶暴のすイベントクエスト、お知らせ、新しい物語が始まるわ。イベントクエスト遊びましょう。はいはいはい、ね、どんな話か気になるね。応援しているから頑張ってね。着せ替えとか、え、ちょっと新しいガチャが始まったわ。ちょっとだけ紹介するわね。なんかまさかの情報なんだけど、星4の、あーでもこの子か。新しいコスチューム他にも追加されているか確認してみて。うん、それじゃあ行きましょう。来ちゃったねなんか星4キャラ来ちゃったね本当に。待って、じゃあ一旦ガチャ見てみようか。何、まあでもしばらくはガチャ回そうっていう気力の人いないんじゃないのかな。これなんて読めばいいんだろう。 F16X とかでいいのかな、読み方。あ、なんだこれ、え、味方全体を 40% 回復、結構良さげじゃないこれ。で武器も追加されたの、何 20% 回復だと。ちょっと面白いのがなんか追加されてんな、気になるけどな。今下手に狙う気持ちにはなれないかな。スキルは、おー、今体力が低いから回復量が微妙だけど。なるほどな、これから先の高難易度でもしかしたら需要があるのかもしれないね。はい、じゃあ交換所見に行こうか。はい、イベントクエスト、コラボクエストなんだね、リンネの掲示は。で凶暴の巣、あー、やっぱ小型犬メインなんだね。てかガチャさ、俺絶対フレンリーゼがピックアップで来ると思ったのにさ、まさかだったんだけど、そっちっていうなんでそっちっていう。難易度はリンネのケージよりも低いか、あ、いや高いな、リンネのケージより高いわ。じゃあちょっとクエスト周回大変になるかもね。でノーマルボーナスはクエストボーナス詳細、あー、なるほど、共鳴武器、うわーい、これはまたなるほどね。凶暴の巣メダル、これはメダルに種類ないのかな今回は。だったら、あー、持ってればいいのかな。この武器は防湿の刻、これはどうだ、待ってよ、ライブラリー、図鑑、もうみんなすでに持ってるやつ。防湿の刻、違うね、持ってないんじゃねこれもしかしてえ、ってことはもしかしたら交換か。ちょっと見てみようか。クエスト、サブクエ、凶暴の巣、交換所、はい、ラインナップ、まあとりあえずだよね。あー、ここにいた。じゃあこれ4突狙ってもいいかもな。闇か、闇武器、そん、あー、でもな、メダルの種類は1種類だから問題はないか。 2B 大体の人持ってるからね、闇の小型剣ってちょっとな、ちょっと微妙なとこなんだよな。フレンリーゼ、うわ、ステータス見たいけどね。これはちょっと俺早めに交換して動画にできたら動画にしますね。みんなで確認しよう。で、まあ課金してない人とかはここで確実に4突狙うっていうのも全然ありですね。でプレミアムガチャチケット3枚だけかなるほどな。ってことはオートマタコラボの方が結構羽振り良かったって感じだね。あ、でもなんかクエスト周回もしかして楽か、そんなに厳しくないかもしれないね。キャラ強化素材も全部メダル統一だもんね。オートマタと違っていちいちクエストうろちょろしなくていいってのはでかいね。で熟練の印と思考の印だね、これは必須だね。基本的にイベントとかでしか手に入らないっぽいから、みんな交換忘れないでね。うわー、探索チケット、うわー、スタミナ回復薬章、美味しいのばっかりじゃん。でタンザナイトも、うわー、20個もらえんじゃん、でかいね。1個手に入れるのでもスタミナかなり消費するからね。で秘伝の促進剤、ここら辺はキャラ強化に必要だけど、まあ、ハード回ってない人は基本持ってないだろうから頑張ってね。うわー、ここら辺ももらえんじゃん、うわー、ちょっとマジか。ここら辺のね、石もね、なかなか手に入らないんだよね。俺はチャプターガチャで回して手に入るかなとか思ってやってんだけども、なかなか手に入らない。ここら辺の素材はね、まあ普通に回ってる分には、まあでも集まんないか。ああ、お供育成素材が、あー、50個か。あー、今回いいね、メダルに種類がないから全然交換しやすいと思ったら、待って、乾電池しかなかったわ。人型か。
人型だとな、ちょっと困るな。俺しょ育ててんの書籍型なんだよな。人型だと何がいた？図鑑。人型は防御特化だもんな。さゆり。できれば攻撃特化の方が、うーんって感じなんだけども。まあ、こんな感じですね、今回のラインナップは。まあでも、やっぱメダルが1種類で統一ってのはとってもありがたい。で、どれぐらい手に入るかだよね。で、やっぱ交換所は率先して、まず武器交換した方がいいかも。早めに終わらせるんだったら。余裕がある人はね、防湿の虚空で、ボーナス詳細が出る。キャラは？ダメか。カリンの杖。これは？持ってる？配布でもなかったよね、今。またあれか？待てよ。またあれなのか？後々追加とかやめてくれよ。ちょっと一応杖チェックしてみようか。カリンの杖、これやりか。カリンの杖、カリンの杖。杖。ここら辺だね。石血、銀節、トタン、エトランゼ。ないね。あれで？ってことはまた後々追加か、それとも俺がたまたま持ってないのか。11万課金して持ってないとかあるん？え、そんなことあるん？ないね。怖怖いね。ないもんね。じゃあ一旦ちょっとクエスト回ってみようか。恩恵一切ないし、このパーティーだと一切恩恵がない。でもキャラをわざわざ入れる意味もないしな。じゃあ行こうか、一旦。開始。まあ、まだ序盤だしね。最初のうちは早々積むこともないだろうけど。サクサクでいくよね。取得量がこのノーマルのうちでどれくらいかだよね。つえ。ちょっとな、ガチャ回すか微妙だよね。4だもんな。4星4いてもだよな。まあ 9S の枠を、 9S が基本タンク役みたいな感じでいるから、それを回復キャラに変えるっていうのは全然パーティーとして面白いのかもしれないけど、アリーナでどれくらい輝くかだよね。それこそ A2 より先にとどめ刺されるかも。お、第1話が始まった。ちょっと見てみる。とある町の脱水の酒場、いいか、スキップしようか。後で見れるしな。なんかちょっとストーリーに浸ろうかと思ったけど。ちなみに1回の取得量は7か。なかなかに微妙な量だね。 OK、 じゃあちょっとベリーハードまで回してくるから少々お待ちください。はい、戻ってきました。これクエスト回ってるとノーマルに叩き戻されるのちょっとめんどくさいね。ちょっと困るんだけども、はい、ベリーハードまで行きました。推奨戦力4万5000だね。そんなに難しくはなかったかなって体感思ったけど、間違えたね。なんで今交換所開いた？まあ俺がキャラ育ってるっていうのもあるんだけど、クエスト10で、まあ、お、なんかキャラクターちゃんと選んでいけって書いてある。まあ、闇属性武器で挑んでいけば比較的勝てますよって難易度だね。で、メダルもね、なんか見てる限りだと結局ベリハ回った方が安牌なんじゃねっていうぐらいの取得量でしたね。まあ、ちょっとそれも後でまた動画にするかもしれないんですけども、まあ、ちょっと行ってみようか一戦。配布武器も今回で俺もらって、闇の探検4突して、で今 2B に2突してるんですよね俺、何気に。無料ガチャチケットで2回とも 2B 引いちゃって2突してるから、1個余ってる武器を 9S に持たせてたんだけど、その武器1回 9S から取り上げて 9S に今回の配布武器4突持たせて、 2B の武器突しちゃおうかなって思ってますね。うん、全然余裕だね。うん、圧勝だわ。サクサクです。まあ、スタミナ消費22ってのがねちょっと大きいからね、そこが節約できたらなって思うんだけど、32、微妙なとこですね。あ、ちなみにノーマルスタミナ103周した方がじゃあ得かって言ったら、それは絶対ないですね。取得量7枚だったんで確実に損します。はい。ハードだとスタミナ消費が最14、まあちょっとこれはまた後で動画にします。はい、ということで皆さんベリーハード目指して頑張ってください。取得量がなかなか美味しいです。ただね、武器今回のガチャ回してないとクエストボーナスがほとんど入んないから、
残念だね。前回のイベントはみんなね、リセマラとかで 2B829S 持ってたからさ、恩恵でかかったんだけど、今回はちょっとなって感じ。しかもこの武器多分まだ出てない。カリンの杖、俺が持ってないだけかもしれないけども、いや違うか、配布か。ちょっと待てよ、お知らせ配布かな、もしかして。ちょっと待ってね、これで、で俺がたまたま持ってないとかそんなことない。助手ガチャにて、ああギフト全部下ろすと出てきたりとか、そういうオチはない。全部受け取った？全部受け取ってないね。カリンの杖、じゃあガチャなのかな。ちょっと一回ガチャ見てみようか。石の配布がありがたいね、イベントのおかげで。配布ではないか。カリンの杖、あれでもないよね。提供割合、星3杖、アルゴじゃなくてリオン・ディミス、え、いなくない？あ、いたね。ガチャ回すしかないんだ。いやー、ちょっと悩むところっすね。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。ベリーハードを目指して頑張ってください。ガチャ回した人はね、恩恵があるんで、このキャラの装備しっかりしていってくださいね。はい、それではシアンでした。またね。